はい、まずちょっと一つ約束をいただきたいんですけれども、私がこれ普通に暴力的じゃなくに質問しに来るのはいつまでも OK でいただけますよね。いや、約束しません。え、時間がもったいないからです。え、なぜそれを約束しなきゃいけないんですか。え、だそれ神谷宗平さんみたいじゃないですか。はい、神谷宗平さんみたいでいいですよ。だって、あ、そうっす、僕の、はい、かりました。だって9時間もあげたんだから。はい、わかりました、はい、じゃあ行きます、はい、どうぞ。今回の件、道の財政状況を本格的に私は把握した結果ですね、旧 NHK 党の財政はアンチの人たちが、当初から指摘していたことの方が正しかったと思います。で、党が資金ショートしているのは、私は独裁経営者である立花さんの資金使途に関して冷静に批判できる人はいなかったからだと私は理解しております。これから、まだ立花さんは大津さんに対して代表権を返してくれと言っているので、次の衆議院選、参議院選にかける予算計画、具体的な行動計画を反映した向こう5年の収支計画を、みんなに提示してほしいです。できますか。嫌です。え、答えしま、嫌ですって答えしました。え、計画がないのにどうやって譲れ。嫌です。本当に その質問に対して本当に、はい、もう YouTube でこう説明してるんじゃないですか。僕の YouTube 見てないでしょ。違いますよ、行動計画なんか全然入ってないですよ、ね、ごめんなさい、もう説明してます。だからします。え、してないですよ。だからしてなかったら何なんですか。え、事業計画を説明するからみんながその計画に乗っかろうと思うのが普通じゃないですか。じゃあその普通は別に私独裁だからいいということですね。でももう独裁の権限ないじゃないですか。独裁じゃないじゃん、別にの。いやでも返してくれって今言ってるでしょ。俺に。え、大津さんに返してくれってまだ言ってるじゃないですか。あ、返した。で、斉藤さんに返してくれって、これどう見ても傀儡政権に返してくれって言われたら、そうだよ。今大津さんたちめちゃめちゃ怒ってますよ。別に怒ってたらいいじゃん。お父さんとか本当に怒ってますからね。それ怒ってると思うよ。娘傷物にしやがったって本当に。ちょっと質問にしてみましょうか。いや、これも見てますから大津さん。だから質問したことに対してもう答えませんって言ったらそうで終わりじゃん。もうこれ俺の感覚だと大津パパこれ怒ると思いますよ。だっていいんですか。別に大津さんは帰ってこないですよ。だから大津さんのお父さんがご質問があるんだったら僕ちゃんと回答しますよ。わかりました、はい、じゃあ出しませんということです。はい、はい、じゃあ立花さんの元彼女の経理の美香さんの月給が100万円という噂があるんですけど、実際はいくらですか。何ペアロード70万ぐらいだったんじゃない。70万。いや、しなしな、そうだっていや、大体でいいと答えます。公設秘書と一緒にしてるから、多分50万やったんじゃないかな。ボーナスはあるんですか。いや、知らない。とにかくね、じゃあそれは調べてツイートしておいてください。いやです。いや、だって、見たらわかるじゃん。全部出てるんだから、なんで調べないの。君は、いや、人件費出てないです。人件費出てないです。なんで。え、政治資金報告書の中に人件費の細目は出ないですよ。だから噂になってるんです。だからそれは答えてください。知らん。いいです。え、なんで知らないんですか。 いつも答えるって言ってたじゃないですか。いや、だから答えてるやん。知らないって答えてるやん。じゃあ調べてツイートしよう。嫌ですって。なんで嫌なんですか。だからなんで嫌なんですかって、同じことじゃ、なぜこれ返すの嫌なんですかって言って、はい、いやいや、だからまたそれ多分大塚が怒りますよ、はい、じゃあコールセンターの久保田さんの年収はおいくらでしょうか。知りませんって。だから大体だから知りませんって言ってるじゃないですか。それも調べてツイートをしておいて。いやです。ネット選挙の牧原さんの年収、松田社長の年収はそれぞれいくらでしょうか。同じですね。言えません。言えませんじゃん。知りませんって言うんですか。調べたら分かるじゃないですか。だから調べて分からないでしょ。ネット選挙は僕は関係ないんだから。え、どう考えてもあなたが実質支配者じゃないですか。支配者かもしれない、それは否定しないですよ。でも本当知らないから。いや、じゃあ調べたらすぐ分かるじゃないですか。今聞いてください。調べたら分かる。分かりますよね。分からないじゃん、だって別会社なんだから。え、今電話したら久保田さんに電話したら分かりますよね。うん、別にそうです。わざわざ調べて回答する必要性もないと思って。ということですね。はい、分かりました。立花さんの個人資産は何をそれぞれいくら持っているのか教えてください。金沢翔子さんに100万円とか配っていましたが、それは個人の原資として個人のお金で配っておられたと思うのですが、はい、大体いくらぐらいの資産を持っていて、その資産はどのように貯めたのか、お答えください。あ、どれぐらいあんやろうな。たぶん600万ぐらいかな。あ、そんなもんなんですね。預貯金だけよ。え、でもそしたらなんで金沢翔子さんにポンって100万出せるんですか。
600万しかない人が、しかも他の女性にも出してるじゃないですか。そのお金どうやって作ったんですか。作ろうとしてるんですか。全部増量で出して2倍にして返すって言ってますよね。だってそれが5、6人いますよね。5、600万じゃないですか。もうちょっと待って、今資産残を言ったんでしょ。年収聞いてないよね。あ、俺も年収3000万なんだけど。なるほど、そこから出すってことですね。はい、わかりました。年収3000万円の人に、わかりました。じゃあそこから出すと、はい、承知いたしました。はい、ということで、まあ今、まあ、正確には年収3000万円だったやけどね、過去形やけどね。はいはい。で今取り付け騒ぎが起こっているじゃないですか。でこれに対してもし、まあ、代表権が返ってきたとしたら、はい、この借入金に対して個人保証を立花さんは入れられますか、入れられませんか。入れてもいいよ、すべて。ああ、全然入れてもいいよ。でそれを別に、その個人保証を入れる入れないに関して別に入れた方がいいんだったら入れるけど。あ、そうですか。はい、はい、じゃあそれは逆に、それを知らんかったわ、むしろ。個人保証していいっていうことすら、個人保証、すみません、私それ詭弁だと思いますね。詭弁じゃないよ、知らないわけないじゃないですか。知らないんじゃないのよ、君。じゃあちょっと逆に君に聞くけど、はいはい、どうぞ。俺の一昨年11月の時にね、はい、追加で8億円借りてるんだけど、はい、この時の状況調べてくれた。なぜ8億円借りたか、通帳にブワーッと8億円だったよ。いやいや、見てましたよ。次の選挙の資金のために借りた。だからどういう状況で8億円借りたか、どうなったか知ってる。いや見てましたけど、何を言いたいのか言ってください。だから1億円貸してくださいって言ったの。はい、そしたら8億円になっちゃったのよ。はい、ちょっともうやめてやめてやめてって言ったの。じゃあやめてもらったらよかったじゃん。だから8億で止めたんじゃん。このままいったら20億30億になるから。だからそこに個人保証なんかつける必要性何一つなかったのよ。あのね、まあ、それは分かります。黒川君みたいに信用がないわけじゃないんだから。はい、ただそれはでも今取り付け騒ぎが起ころうとしているという、起こっているということと、将来計画を出せないというあなたが。出せないんじゃないよ、わざわざここで説明してられないも難しいから。いや、じゃあここじゃなくて準備して。だから YouTube で説明してるじゃん。で簡単に、じゃあ簡単によ、ね、めっちゃ簡単に言うよね。今の集金入金計画11億円に関しては、次の衆議院選挙、参議院選挙で立候補しなかった場合です。したがって支出も収入もそのままです。ただ次の衆議院選挙は当然国政選挙、政党として立候補すれば各ブロック1人ずつの候補者で済みますから、全国で出ても6600万円で立候補ができます。でそれに対して1票80円の政党助成金が返ってくるので、6600万円の資金で、申し訳ないけど黒川君みたいな変な人を出さずに有名人を立候補させれば 5% ぐらい取れるので、そうすると毎年2億円ぐらい入ってくるので、次の衆議院選挙後には借入金よりも政党助成金の方が多くなる。以上。 5% 取れない可能性の方が私は高いと思いますが、だからそれは取れなかった人の時にはその人が貸し倒れるんでしょ。ちょっとさ、1億円焦げつかしてる人間に言われたくないんだけど。いや別に私はそれは、だからさ、あなたに説明しても仕方ないじゃん。1億円焦げつけしてる人でしょ。それとあなたの事業計画だから、俺が 5% 取れるってそれにケチつけるなよって言ってんねや。それをケチつけるかどうかは周りの人の判断でしょ。だから判断だから、貸してくれる人だけが理解したい。いや私は 5% は取れないと思いますよ。だから貸してくれる人だけが理解したい。こんなに女性陣を、大津さん泣いてましたよ。泣いてるのもうそれ分かってるよ。あんなに頑張ってる子泣かしてるような人が、もう優秀な人材集まると思いますか。ごめん、集まると思ってるよ。はい、集まりません。感情やめて。はい、集まりません。はい、集まりません。いや、おもろいね、これ。ちょっともうちょっと続けよう。おもろいな。今、リマシンが見てる。なんか、おもろいな、これ。これね、だって、黒川さんすごいと思う人もあるわけよ。いますよ。大体半々ぐらいですよ。少なくても、うちのチャンネルでは、もうもちろんうちの方が多いですし。だから、これ、寿司太郎チャンネルとか、多分もう、立花アンチの方が多いですよ。だからそれでいいじゃん、別に黒川君の、いいじゃないですか、これが政治を面白くするじゃないですか。黒川君が面白いね、面白いことを だったら次も呼んでください、約束してください、またやりましょうよ。もうごめん、もう俺黒川君と喋るとしんどいね。いや、またやりましょうよ、だってこんなに回ってるのになんで逃げるんですか。逃げてない、邪魔くさいね。それ逃げる、神谷宗平みたいだな、立花さん。俺最近ね、神谷宗平君の気持ちめっちゃ分かるな。俺神谷君に連絡取ろうと思ってんだよ。いや、俺は情けないと思う。俺が好きだと立花隆じゃないな。はい、いや、気が向いたらやるよ、別に。
はい、今確実にやってくれって言われたらそんなだって忙しいからさ、はい、いや誰の質問にも答えるって開いてた場でしょ、なんでそのルールを曲げるんですか。質問には答えるけど、じゃあ私の質問にも答えるんですか。だからさっきは答えてるじゃあ、だから次も答えてくださいね。だから次この番組使うので約束しません。え、そしたらルール破ってますよね。はい、破ってますよということなんですよ。はい、そうですね。すぐルール破るんです、この人。はい、そうですよ。ルールは破るけど、法律は僕はちゃんと守りますよ。はい、いや、別に、いや、まあ別に法律も、いや、まあ有罪判決受けてる、法律も守ってないし、別にそれはいいんですよ、政治犯だから。でも政治犯じゃないようなことも、少なくてもルールを破るのは、まあ、いいじゃん。だから意見の場じゃないんだから、質問してよ。はい、じゃあ、次の質問です。立花さんの彼女の加用真理乃さんの司法書士事務所に月200万の業務委託がありますが、はいはい、あると思うんですけれども、これに関して、大体の業務量、具体的に半年前の時点で1ヶ月あたり、給与いくらぐらいの人が何人ぐらい作業してたんでしょうか。1ヶ月、半年ぐらい前です。これはさすがに契約上の支援だから無理やね。相手方のことがあるから、それは直ちに答えれないね。それ、守秘義務本当に交わしてるんですか。守秘義務って、そりゃそりゃそうでしょう。いや、そしたら判断できないじゃないですか。どのぐらいの業務量が。だから判断しなくていいですって言ってるじゃん。いや、それが高いんじゃないかという意見があるじゃん。高いと思う人は高いと思うし、いや、彼女だから高く払ってんのかなみたいに、やっぱり人間普通思うじゃないですか。これさ、もう見てる人はもうすぐ分かると思うけど、俺のことずっと見てる人は、黒川君がいかにね NHK 党のことをしてないかって分かると思うんだけども、この200万円について、じゃあ司法書士事務所がこの業務を請け負ってくれる司法書士事務所があるんだったら手を挙げてください、その前に弁護士さんがやってくれるんだったら手を挙げてくださいという経緯があったことは知ってますか。知らないですよね。だからこのような NHK と喧嘩するような仕事を受けてくれるところがないんですよ。まあ、それは一定は分かりますけど、そのじゃあ黒川さん、はい、誰か紹介してください、司法書士さん。もうそっちに、じゃあ業務量を定義してください。じゃあ見積もり私取り、業務量が分からなかったらその取れない。だから司法書士さん来てくれたらちゃんと業務量説明しますよ。で見積もり、じゃあ見積もりもなくて司法書士さんを紹介してください、はい、司法書士さんに僕がね、もちろん代表権が変わればですよ、司法書士さんに説明しますと、さすがにこれ司法書士事務所の守秘義務とか業務の妨害になりかねないから。わかりました。そもそもこれ注意しておくけども、はい、具体的にそうやって僕の彼女の名前とか彼女じゃない人間を彼女と名指ししてますけども、プライバシーの侵害ですよ。いや、まあ、立花さんよくやってきたじゃないですか。自分、いや、だから一応、自分もやってるじゃないですか。自分がやってるから、何今更ダブルスタンダード。いや、だから自分がやったことは攻撃受けられる、当たり前じゃないですか。私も言われる。それは別に攻撃するなんて言ってるわけじゃなくて、はい、あなたに注意してるだけじゃん。はい、じゃあそれは終わりです、ね。はい、じゃあその人からあなたにね、損害賠償請求するっていうことになるよ。はい、はいはい、じゃあ次いきます。ガーシーに対して、まあ、1億円を私は返さないとこの前27日会談で立花さんおっしゃったと理解しております。でガーシーは選挙に利用してお金で、まあ、雇ったものであって、ガーシーは仲間ではないと私に おっしゃったんですけど、これはこれで間違ってないでしょうか。ガーシーは現在俺の友達やで、党としての仲間ではないよ。でも助けないって私は、だから党としては助けないよ、国政政党としては助けないよ。それは大津党首がはっきり言ったでしょ。ただ我が党のためにいろいろやってくれたことによって YouTube がバンになったりしたわけじゃないですか、はい、それに対して私は仲間ではないっていうのは、私は仲間ではないって言ったのは大津党首でしょ。僕そんなこと言った、いや助けないと言いました、はい、誰が27日会談なんで、私まあずっと9時間話したじゃないですか。あ、それはごめんなさい、なんか聞き返して、俺はっきり言った。あ、じゃあわかりました。じゃあ翼の党は邪魔だとおっしゃいましたよね。え、翼の党は邪魔だと言いました。はい、邪魔です、出ててください。でこれはすいません、全く一緒のことなんですよ。立花さん、なんかちょっと自分の都合が悪くなったりしたら簡単に人を切りますよね。あなた都合が悪いじゃなくて、もうええ加減にしやちゅレベルやで。
いや、ええ加減にしやって私が言ってるのも別にそんなおかしいな。我慢してきたのかな。いや、我慢と私が言ってるのは妥当です。じゃあさ、6600万円今訴えられてるけど責任取ってね。いや、あなたも一緒に訴えられてるから責任取ってね。いや、やるんだったらみんなで。そうだね。求職、いわゆる連帯で責任取ってもらうよ。はい、じゃあ、はい、あの日を終わってやりましょう。はい、はい、それ自分の分払ってください。いや、分かってるよ。今全部俺で払うって言ってたのが、今全部こっちに来てたのが、今連帯できるから、これめっちゃ大きいね。はい。あ、でも私も折れたんだから。え？何折れたの？じゃあ130万払ってくださいよ。それ嫌です。あ、じゃあ嫌です。はい。すいません。撤回します。その130万について一番議論しよう。時間もったいないから。嫌です。はい、130万円くでしていって俺の前でくでもしに、てちくでしてそれが裁判をやりましょう。僕たちは家族じゃないですかって言うのは君やで。いや、あなたもほら、俺取り付け騒ぎになりそうやねん。もうこれ寝られへんかったって、って泣いたじゃないですか。そうよ、君たちを切らなきゃいけないからな。もうそんなこと言い出したら、まあ別にそれはいいですよ。違うよ、泣いたか泣いてないか別にして。あなた、泣いたじゃないですか。俺もう寝られへんかって、これ取り付け騒ぎにもうなるやん。代表権返してウェーンだったじゃないですか。そうや、君たちを切らなくちゃ。俺は君たちを切らなきゃいけないからと思って泣いてるわけ。いや、私は違うと思います。自分の130万円、私は違うと思います。じゃあさ、大事なものなんだから130万円について議論しようぜ。いや、それは大津通してやる。130万円のことについて話したいな。黒川さんって逃げるんだ。いや、違う、かっこ悪い。お金のことなのに自分の一番大事なとこなんじゃないんですか。ああ、まあじゃあそれもいいんですけど、ちょっと待って。やらないの？130万円、130万円いらないって言ったら。だから質問をこれから今順番にしてるでしょ。まだ時間あるじゃないですか、ね、どういう質問。今自分が130万円話したんだから話しようぜ。130万円、130万円の話したいしたい話したいしたいしたい。これ130万円の話じゃないと嫌。これ大津パパも見てます。見てるの分かってるよ。はい、これどう思うと思います。大津さんは知りません。なんでしたくないんですか。いや、だから順番、まだ聞きたいことがあるから、はい、って言ってる。はい、で、統一地方選はどうでもいいっておっしゃいましたね。これ間違ってないですよね。はい、ですよね。言ってますよ。でも女性陣を集めるときに、はい、まあ、まあまあかなり当選しそうだと言って人を集めましたよね。そうだね。で、途中から通らないってふっと気づきましたよね。はい、その通りですよ。で、だから次の作戦を打ってるんですよ。で、女性陣たちはお金を自分たち引っ越し代とか、はい、家賃とか、例えば大津投資とかも前の家を残したまんま新しい家を借りて、はい、で活動費なんかも特に真面目に活動している人たちはものすごいお金使ってるわけですよ。そうですよね。その通りですよ。十分理解しますよ。それはどうでもいいって。それはどうでもいいっていうのはこれにかけたら危ないからちょっと待とうぜって言ってるだけ。いや、決めんじゃないですよ。最初からやらなかったら決めんじゃないじゃん。最初は通ると思ったんでしょ。そしたらでも今保証もできないじゃないですか。保証できるよ。なんで代表権もないし取り付け騒ぎも起こってる。だって俺には信用があるもん。NHK 党でお金借りに行ったらいくらでも貸してくれるで。何言ってんの、何言ってんの。これで11億の借金をほったらかして新しい借金を借りに、11億の借金を動いたままでも新しい借金できる自信あるよ。何言ってんの。君みたいに女の子をね、そんな風俗みたいなことさして選挙前にビラだけないとか言ってお金ちょうだいとかいう人間と違うからね。いや、風俗じゃありません。知りませんよ。じゃあなんか金玉とか触って3万円とかさ、亀甲縛りで 10万円とか風俗じゃないのそれ。俺風俗営業法違反でも指摘したで、ね、後から。いや、多分風俗営業法違反にならない範囲を探すし、あれは議論の途中のブレスト資料の一部。まあまあいいや、そこは、うん、はい、どうぞ次どうぞ、はい、それをなんか印象操作に使ってるだけじゃないですか、あなた。ただな、黒川君さ、もっとおもろいことしようや。もっとおもろいしようよ。いやいや、おもろい、多分回ってますから、これは数字的に面白いってことです。もうちょっとおもろいこと言ってよ。おもんないで、川上さんみたいになんかもっとおもろくやってよ。
同じことばっか聞いてるやん、さっきから。いや、同じことじゃないよ。違うよ、もう出てる話をしてんねや、君は。君が知らんだけやね。俺、何も隠してないから。いや、違う。で、女性人たちは、うん、その、結局通ると思って参加して、通らないっていうことに対して、やっぱりみんな落胆してたんですよ。落胆してるから、その通らなかった時のお仕事の斡旋とか考えてるんですよ。でもそのテレビをやろうとした佐藤沙織さん、今一緒にやってないですよね。やってるやんか、俺昨日も一緒にやん。これ見せようかな、じゃあ。え、でも代表者変わりましたよね。代表者変わることによって守ってるんやんか。君みたいにね、俺が代表するから、お前にはじゃあもうね、あの給料上げるから負債抱えないようにしてやるって言って俺が代表してるんじゃん。何を言ってんのよ。不安やって言うから。でも不安だってなったじゃないですか。なんで不安だ。こんな状況見てたら不安に決まってるじゃないですか。君だ、将来の計画を説明してくださいって言ったら説明しなくていいよって言うんだ。完全にごめん、バカに説明してないだけやね、はい、それだけ。いやいや、バカじゃなくて社会に説明してる。社会に説明してるね、 YouTube で。何言ってんのよ。いやいや、行動計画全然説明してなかったじゃないですか。で、衆議院選挙で 5% 取れるとは今の計画を聞いただけでは到底思えない。じゃあさ、一昨日か3日前、松田さんと写真撮ってたよな。はいはい。いや、写真撮るぐらい誰でも撮りますでしょ。誰でも撮れるんやったら君 ABEX の松田さんと飯食って写真撮ってこいよ。ツーショットでそんなもん写真撮れるか。誰でもは撮れませんけど、写真を撮ったのと入札写真が撮れるね。もう DJ 社長も一回立候補するとか言ってくれてるの。レベルが違うのよ。そして俺は正直君が邪魔だから切ってるのよ。君のような人間だったらマイナスが多くて選挙票勝てないから、今回君を切りに行ったのよ。というはっきり言うよ。そう、切りに行ったのよ。いらないから、まあ、君がいたら、まあ、君がいたら真っ当な人が立候補してくれないから。え、でも諸派党構想やるときは、だから諸派党構想は失敗したから政治家女子をこれから育てていこうって方向に持っていってる。何回もいっぱい失敗してるじゃないですか。失敗してダメでしょ。 NHK 党の元の候補者の人たちは政治家女子をぶつけられることによって共倒れしようとしてるわけでしょ。してないよ。してないな。いや、多分してるし。してないやんか。今ここに共倒れしてる人一人おるやんか、目の前に。いや、共倒れだよ。まあ、じゃあその結果を見ましょう。私は共倒れするケースが十分にあると思います。選挙なんて目の前の4月だけじゃなくて、人生は5月も6月も7月も続いていくんです。じゃあ最初からそれは女性たちに言っておくべきだったと私は思います、はい、それはもう言ったって計画の変更状況に応じて変わるでしょ。だからそれが信用できないって言って大津さんたちは信用してないじゃないですか。少なくても大津党首は怒ってますよ。あなたも合わないって言ってるんですよ。合わないって言ってる、さっきから。そう認めてるでしょ。あなたのように世の中の流れを見ずに、ただちょっとずつ盲信してね、お金と力、そのパワーを使ってね、マンパワーを使ってやることは別にそれやったらいいですよ。だから僕はそんな考え方持ってないだけだって。世の中の流れがね、例えばガーシーが辞任しました。それはガーシーに対して逆夫婦来ますよ。でももうガーシーのことって世の中ほとんどこれ忘れてくるんですよ。そうすると4月1日明日から NHK の料金3倍になります。その風が吹いてくる。その吹いてる風を見ながら最新の情報に変更していくのが今の選挙のやり方であってね。ただただがむしゃらに。それを行き当たりばったりって言うんですよ。そうなんですか。行き当たりばったりやってきたから借金が返せなくなったんですよ。返せなくなってないですよ、ちなみに。少なくても取り付け騒ぎは起きているという。取り付け騒ぎは起こしに行ったんです。起きたんじゃないです。起こしに行ったんです。何言ってんの。それは私を切るために起こしに行ったんです。そうですよ。何言ってんですか。ということですよ、皆さん。そうですよ。はっきり言ってるじゃないですか。 YouTube でも言ってるんですか。いや、知ってますよ、まあ、君のような1億円借りてね、たった私を切るために取り付け騒ぎを11億の人たちから起こしたんですよ。そうですよ。それ収集つかなかったらどうするつもりなの。だってあなた言うと、あなた幹事長でしょと。収集つかなくなってるじゃないですか。大津家めちゃくちゃ怒ってますよ。それは大津さんのお家の問題であって、国民の方の見た。あなたたちここばっかり見てるじゃん。こっち見ないと。いや、でもハンコ持ってる人が怒ってるんだから。それはだって自分が代表になったんですよ。ハンコ持ってる人って自分が代表になったんですよ。ハンコ持ってる人が怒ってるんですよ。だからそれこそ債権者が怒ってるよ。どうぞ怒ってください。いや、だってあなたが取り付け騒ぎを起こしたんじゃないですか。そうだよ。怒られるのはあなたですよ。なんで。あなたが起こしたんじゃないですか。そうだよ。じゃあ、あなたが怒られるでしょ。そうなの。
そうでしょ。知らん。だって債権者が怒るんじゃん。だから怒られる対象はあなただと思います。大津さんじゃなくて。お金あるんで、債権者の皆さん、立場の方にどうぞ。大津さんに向けて債権者が怒るべきことではないですよね。知らない。だって債権者それぞれがあるから、俺に怒る人もおるかもしれないしね。まあ普通に考えたら大津さんに怒ってくださいと私は申し上げます。あ、じゃあ失礼、失礼、間違った、間違った、ごめん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 、ね、これ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、単純に債権者の方は立花さんに怒るのが正解です。大津さんが、大津さんは関係ないから、この借金の責任はないから。大津さんが借金をした立花に代表権戻したら、大津さんは行ってこいなんでしょ。信用できないあなたに代表権戻したくないんですよって言ってますよ。だから別に信用しなくていいじゃん、そのまま借金だと思ったらいいじゃん。じゃあ犯行が戻ってこないんですよ。大体さ、だみんな困ってる。代表権取るときに契約書も交わさずに代表権取って、代表権話すときに契約書を交わす意味がわからない。逆だよ。いやでもそれは立花さんのことが信用できないと心底判断したということなんでしょ。だからそもそも最初に信用しとか、信用できない人と契約しちゃったんでしょ、そっちの理論で言ったら。だからさ、いやでもみんなにとってこういうことなの、犯行を返してもらうことがみんなにとっての必要事項だと私は思いますよ。それ違いますか。それはそうだと思うよ。そうでしょ。だから俺じゃなくていいって言ってなくて、斎藤副投手でも浜田参議院でもいいんじゃないって言ってるじゃん。あ、ただ立花さんの傀儡には渡したくないという意向を持ってると私は理解しております。はい、どうぞ。いいですよ、はい、いいですか。はい、あ、黒川さんを辞めさせるために、はい、わざと絵を描いてはめた。はい、その通りです。そういうことですよね。両方投資を巻き込んだと、はい、いわゆるね、ポイントは130万円かける12ヶ月かける5年の7800万円を彼が不正に持っていこうとする可能性があったので、不正じゃないと思います。わざわざ絵を描いたってことですよね、最初から。その通りです。はい、立花さん、だって黒川さん議席譲りましたよ。議席譲った時の約束じゃないですか。じゃあ約束はもう破るということですよね。はい、破ります。これからも破る可能性はあなたある人だと。違います、これは法律上の約束ではありません。自約束。はい、でも約束じゃないです。法律的に黒川君の権利ではないです。これが立花隆なんですよ。口約束でやっておいて、こういうとんでもない人を切るためには、約束でも守ります、破ります。それを大津さんは理解して、もう嫌だ、絶対この人とは付き合いたくないって彼女は思ったんですよ。ね、私はそう聞いてます。 それは思うでしょ。そうだよ。だから2人一緒に切りに行ったんです。2人一緒に切りに行ったと。2人一緒に切りに行ったけども、大津家の皆さん、その後調べたら、見てますよね、全て大津さんが悪くなくて、君一人が悪いことに気づいたから、冒頭大津さんは被害者ですよって言ってるんじゃん。でも大津さんも怒ってますよ。だから今分かってないからね。あ、ちょっと、ユーフォさんいいです。さすがに、なんか、あなたまともなこと言いそうにないから、申し訳ない。もっとね、立花君のね、いうことを信用して。もういい、ごめん、時間がない。はい、あ、じゃあちょっとすいません。斎藤さんと浜田さんにお伺いしたいんですけれども、もしこれが、この状況がこじれて、まあ、犯行が返ってこなかったとして、でもお二人はこの党から離れる、逃げる方向にありますでしょうか。それは立花さんがそうすると私と大津さんの前に言ったんですけど、お二人の気持ちはいかがでしょうか。僕は一言、立花がこうしろって言ったら分かりました、以上ですね。ということは逃げる可能性があるという、債権者を放棄して逃げる可能性があるということですね。右行けって言われたら右行くし、左行けって言われたら左行きます。浜田さんいかがでしょうか。私はですね、国会の仕事があるわけなんですね。で、今頭の中はですね、そちらが最優先で、まあ、そっちに頭いっぱいなんで、まあとりあえずなるようにはなるなというところで、まあその時々について、まあ、考えようかなと思っております。今のお話を聞くと、その11億の借金に対して体を張ってでも何かしようという感じではないと思うんですけど、そういう感じだったことはよろしいでしょうか。ちょっと待ってほしいけど、11億の借金ではなくて 10.5 億の借金と 11.5 億の債権、あの債権だからね、債務債権で言えば入ってくる額が 11.5 億と借金が 10.5 億だから、まるで11億円どうしようもないお金だという、その印象操作やめてくれる。いや、すいません、このままいくとどうしようもないですよ。その統制が伸びない限り元本返せてないじゃないですか。なんで、ね、金利高すぎますよ。 5% でしょ。何もしなければ金利 5% ですよ。元本が減るわけないじゃないですか、今の政党助成金の入り方と、あなたのいろんなことにたくさん使う、ちょっと待って、テレビの仕入れとかもしようとしてましたよね。じゃあ
俺はめちゃめちゃ不安でしたよ。テレビ売れるかどうかわかんない、うん、俺はそう思ってます。来た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 、うん、何が来たの。いや佐藤沙織さんも、はい、私は不安を持ってたと理解してだからこうやって 9時間経ったのよ。俺と大津さんと君と佐藤沙織さんと。それはみんな不安になりますよ。それみんなじゃないよ。いや少なくてもだから今ハンコを持ってる投手がめちゃめちゃ不安になり、立花さんと会いたくない、うん、そしてご家族まで出てきて絶対に会わせないって言ってる。だから会うって言ってないじゃん。俺大津さんから昨日来たから来たからもうそのまま連絡も取ってないし、何もしてないじゃん。なんで俺が別にそのどうしてもこの国政政党の大発見を返してくれと思ってないって。今責任者大津さんなんだから、もうそれ大津さんがお好きにされたらいいじゃんって言ってるだけじゃん。私はこのようなここの横に並んでいる3人のような人たちに国政政党を任せるべきではないと思うし、このような状態であれば私はこの党には解散してほしいと強く思います。以上です。だって解散したら債権者困るじゃん。それは立花さんに出資した債権者の債権者責任があります。自分の判断でやったんですから。ただ最後判断するの大津さん。大津さんは債権者を作る。私はこのような人たちに政治をやらせるべきではないと思います。以上です。バイバイ。もう簡単だな。また受けてくれますね。もう受けない受けない。なんで受けないんですか。アブハイズさん死んだ。多分俺アブじゃないと思いますよ。だって130万円のことも何も言わずに逃げる人に何を話せなかった。いやだってもう見つかけろな。130万円でしょ。それは大津さんの回答を待ってから。まるでさ、そうやって自分が大津さんの味方のようなことやめてくれる大津さんめっちゃ迷惑やね。君にどれだけ朝怒ってたやんか。大津さんみんなのやつで呼んだのか。いやそれだけです。それだけでめちゃめちゃ大きいやんか。大津さんの気持ちをかるまるで断念すんなよ。少なくてもあの辺をやれてくれるかやさん。ちょっと待ってね。黒川さんと変わったらいいやん。黒川さん、塩子さんはこれ以上責めることはあなたにとって良くないことです。あげると言ったのは立花さん。あげるって言われたら誰だってもらうよ。塩子さんの一連の内容を見て悪意があったわけでもないと思います。もうこの話は終わり。あまりにも見るに耐えなかったので発言しました。ご迷惑をおかけしています。早急に解決できるよう尽力いたします。申し訳ありません。今日の朝6時54分で大さんやね。これ黒川さんに対して苦言呈してるじゃん。やめてくれって。いや苦言ぐらい呈するでしょ。あなたのこと信用してない。少なくともあなたよりは連絡取れてます。連絡取りに行ってないから。いやあなたのみたいな人のことをねストーカーって言うんですよ。連絡を取るべきじゃないですか。犯行を返してもらうことがこの党の重要事項だと思いますよ。思いません。そもそもこの党ってこれ NHK 党でやってるんで申し訳ない。っていうこんな人たちに経営を許してる支持者の人たち、あなたたちの責任もあるからな。頑張れ。これで黒川君にみんなスパチあげてね。7800万円飛んだ男です。そっかるぞ。はーい。なんかさ、参政党の人がさおはようって言ってる感じやな。おはようって言って参政党から目覚めたら逆におはようって言ってる感じやな。なあ、あもうかわいそう。230万の話しない時点で負け犬なのよ。一番自分の人のお金のことあんなに聞いといてさ、ね、決裁権者じゃない人と話しても無駄です。俺は無駄だ。来るなよ最初から。二度と来るな。もう入れないからね君。これ次来たらあの警備に言うからね。神谷総平みたいだな。そうですよ神谷さん。かわいそう。俺神谷さんとか謝りに来る。